ブルース・マクラーレン、ブルース・レズリー・マクラーレン、ブルース・レズリー・マクラーレン、1937年8月30日から1970年6月2日、ニュージーランドのレーシングドライバー、およびチームオーナーであった。現在も会一に参戦する、マクラーレンチームの創業者として知られる。1966年のルマン24時間レースで優勝した。ブルースの曽祖,祖父の第二、 スコットランドからニュージーランドに移住。9歳の時に大腿骨の主に骨頭部分が破壊されるにかかり、3年間闘病生活を送った。その後、病気そのものは感知したが、左足は右足より4センチメートル縮んだ。この後一生により、レーサーとなった後も左足を引きずっていた。ブルースのジップはニュージーランドでガソリンスタンドを経営する傍ら、 オースチン7ベースのレース車などを作るなどしていた。ブルースはその車でレースに参戦し、いきなり優勝してしまう。これ以降、ブルースのレース人生が始まることになる。1958年、奨学金をかけた GP で優勝。有望なレーサーをイギリス留学させる制度の第一号となった。イギリス界2で活躍し、同年、界1のドイツグランプリに、クーパーから、 会にマシンで参戦し、5位に入っている。1959年に、クーパーから、会一デビューを果たし、最終戦のアメリカグランプリで、初優勝。22歳と104日での優勝は、2003年第13戦、ハンガリーグランプリにて、フェルナンド・アロンソが塗り替わるまで、43年間に、わたって、最年少記録だった。 翌1960年も開幕戦、アルゼンチングランプリで優勝。その後は優勝こそないものの、2位3回、3位2回、4位1回、リタイアは1回と安定した記録を残し、ジャック・ブラバムに次ぐシリーズ2位となった。1961年はフェラーリの年となり低迷するが、1962年には第2戦モナコグランプリで自身3勝目を挙げ、 他のレースでもシーズンを通し安定した成績を記録、ランキング3位となった。その後、1965年までクーパーから参戦、するが、チームが低迷期を迎えており、あまり活躍はなかった。成功したミッドシップレイアウトという遺産を食いつぶすような、クーパーチームに疑問を感じ、1963年に、テディメイヤー、テイラー・アレクサンダーらとプライベートチーム、 ブルーマクラーレンモーターレーシングを設立。1964年に創設されたタスマンシリーズにクーパーのマシンで参戦し、初代チャンピオンを獲得した。また、フォードと提携し、開発とテストプログラムを担っていた。1966年にはクーパーから独立し、オリジナルシ,ャシーを製造するコンストラクターとして活動を始めた。 イチには1966年1967年ともに参加したものの、会一が 3000cc に切り替わった中で良いエンジンの入手に苦労したチームが多かった中で、マクラーレンも例外ではなく、リタイアが多い不毛なシーズンとなった。1967年は途中参戦のみイーグルを狩るが、その後再びマクラーレンから出走している。前半は、 BRM の 2000cc エンジンを搭載した M4 バイトで戦わざるを得ず、ホードコスワース DFV エンジンを使用するチームロータスの前に苦戦したが、後半はようやく完成した BRM の V 型12気筒 3000cc エンジンを積んだ M5A を登場させ、小型でスリムだったためかなりの戦闘力があった。この2年間はブルースのみの市川体制だった。 北米のスポーツカーレース、キャン・アムでは、友人のデニス・ハルムと共に、選手権を席巻し、ブルースデニー賞と呼ばれた。ブルースは1967年と1969年、ハルムは1968年と1970年に、それぞれシリーズチャンピオンを獲得した。会一で1968年よりハルムを、チームメートに迎え、他にも数人のドライバーが、 同チームから参戦するようになった。オーナーという立場であったが、ブルースは友人のハルムのナンバー2という立場を喜んで引き受けたという。この年宣伝されたアルミニウムモノコックシャーシの一部にチームロータス独占で亡くなったフォードコスワス DFV エンジンを使用した M7A はデビューレースを2位で終え、第4戦ベルギーグランプリで優勝し、 オーナー自らチームに初勝利をもたらした。自身の名前を冠したマシンでの優勝は、ジャック・ブラバムに続き2例目である。また、両友のハルムは2勝を挙げ、グラハム・ヒル、ジャッキー・スチュワートと最終戦までチャンピオン争いを展開した、結果3位。コンストラクターズでは、チームロータスに次ぐ2位に入るなど、良いエンジンさえ手に入れば優秀なマシンを作れる。 チームだということを立証し、チームは上位グループの仲間入りを果たした。1970年6月2日、ブルースはグッドウッドサーキットで1970年用のキャン、アムマシン、M8D のテストを行った。しかしその最中にマシンの後部のカウルが、ウィングごと脱落してクラッシュし、この事故でマクラーレンは死亡した。チームは、 テデ,ディメイヤーに引き継がれ活動を続け、ブルースの死去から4年後の1974年、エマーソン・フィッティ・パルディが、マクラーレンのマシンで、会一チャンピオンとなり、初タイトルを手にした。1976年には、ジェームス・ハントが、王座に。その後、低迷期を経て、1980年に、チームは、ロン・デニス率いるプロジェクト4と合併。以後も、アイルトン・セナ、アラン・プロスト、 三日発起年、ルイス・ハミルトン等複数のチャンピオンを輩出するトップチームとして君臨し続けている。1966年のルマン24時間レースでは、東京出身のクリス・エーモンと共にフォードマーク2をドライブし、フォードにとって念願のルマン24時間レース初制覇を達成した。このレースのフィナールでは、1から3位を独占したフォード勢がチームの指示により、 一段となって、チェッカーを受けた。トップを独走していた、ケンマイルズ、デニス・ハルム組が優勝する図だったが、24時間目の、チェッカー直前で、マクラーレンが誤って、マイルズを抜いてしまい、マクラーレン、A 門組が優勝してしまった。フォードチームは二段優勝にしてほしいと依頼したが、主催者のフランス西部自動車クラブに認められなかった。ブルースは生前、キャン、 アムマシンをベースとしたマクラーレンブランドのロードボーイングカーを製作することを計画していた。しかし、諸事情で実現せず、さらにブルースの高いによって計画は頓挫してしまった。このブルースの果たせなかった夢が後にマクラーレン界一という形で結実した。1995年のルマン24時間レース、優勝記念として5台だけ限定生産された。 マクラーレンか 1LM は彼に敬意を表してオレンジ一式のカラーリングを採用している。オレンジ色は母国ニュージーランドのナショナルレーシングカラーであり初期のマクラーレンのマシンの象徴だった。その後マールボロの赤白ウエストの銀を経て2017年からは再びオレンジのカラーリングが復活している。2007年ニュージーランドにおいて ブルースの生涯を映画化する計画が発表された。監督は、ブルースのファンである、マイケル・ガーリック、プロデューサーは、マトリックス、ロード・オブ・ザ・リング等を手掛けた、バリー・オズボーンが担当。未亡人のパティや一人娘のアマンダ、政府大臣のほか、レーシング関係者からは、エマーソン・フィッティ・パルディ、ジャック・ブラガム、クリス・エーモン、数名の元マクラーレンチームスタッフなどが支援している。 公開の目標は2009年。俳優による演技だけでなく、実際のレース映像も盛り込まれる予定である。その後、制作状況に関する情報は不明であった。発表から10年、2017年5月25日に、イギリスの映画館で公開され、5月29日からは、DVD とブルーレイが発売された。日本でも9月6日に、 マクラーレン界一に見せられた男として、両目でアセットが字幕版で発売された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。